マウンド上は清水。投げた、打った、痛烈な当たり、友澤ダイレクトでボールを掴んでアウト、試合終了、優勝決めました。栄冠クロス、基礎知識、監督生活の開始から甲子園初優勝まで。この動画は過去の栄冠9シリーズをやってきた方にもそうでない方にも役に立つかもしれない動画になります。とりあえず監督生活を開始して甲子園出場を目指し、甲子園に出れるようになったら甲子園優勝を目指す、この過程をなるべく無駄なく進めるためにはどうすればいいのか、そういうことをまとめていきたいと思います。それでは本編スタート。チーム総合力と成長版はセットで考える。勝つためにはチーム総合力を高くする必要があり、そのためには成長版を埋める必要があります。そして成長版を埋めるには勝てるチームを作る必要があります。このようにこの2つはセットであり、チーム総合力と成長版はどちらか片方が伸びるということはありません。そして成長版を進める最も簡単な方法は地道に年数を重ねるということです。甲子園初優勝はかなり遠いと思っておいた方がイライラしなくて済みますよ。チーム編成上の投手人数についての注意。特待生の投手が揃っている場合、一般戦が登板する機会は基本的にありません。ですがだからといって各学年に投手1人にしてしまうと、ベンチ入り投手人数が3人以下になってしまい、総合力が低下します。具体的には1000下がります。かなり強烈なデバフとなりますので、必ず各学年に投手は2人以上入部させてください。3年生引退後に投手が4人いないと秋の大会で負ける原因になります。育成上のコツ、スモールベースボール優位。このゲームは長打を重視するビッグボールよりも盗塁やバントを積極的に行うスモールボールが完全優位と言えます。弾道やパワーに入れる経験値があるならミートと走力に入れるのが勝利への近道です。こだわりのチームを作るのは育成環境が整ってからでも遅くありません。先ほど焦りは禁物と言いましたが、分かっていても目の前の試合に負けるのは不愉快です。勝った方が楽しいです。栄冠クロスは野球ゲームであって野球ではない、すなわち現実の野球ではありえないことが正解になりうるということです。例えば投手の連投、何試合投げようがパフォーマンスは落ちないし怪我もしません。例えばヘッドスライディング、どれだけ滑ろうが怪我にはつながりません。エースは全試合一人で投げ切るものだし、青徳ヘスラは覚えるだけ得です。コンボを成立させ試合に勝ちやすくなる方法。前の話とも重なりますが、コンボパワーを増やすために特殊なチーム作りをすることもあります。まずは全員スイッチヒッターにコンバートします。これによってジグザグ打線とオール左打ちコンボが成立します。そして投手と野手それぞれ練習を特化させます。投手は全員スタミナ C を目指せば勝手に兼任不発コンボが成立するでしょうし、野手は全員総力 C を目指せば激走集団や疾風陣内コンボが成立するでしょう。選手の個性を生かした育成など不要ですが、狙うコンボは監督さん次第です。あなたの好きなコンボを狙って育てましょう。実際の試合で勝つために、それでは試合においてより勝率を高める方法がありますので解説します。まず自動交代はなしにして全試合を指示します。自動試合は使いません。事故のもとです。試合の指示は守備の時を全て指示し、攻撃の時は全部スキップします。これが基本です。なぜそうするかというと、守備の時の方がポイントを稼ぎやすいからです。極端なケースでは先頭打者を敬遠し、次の打者でダブルプレーを取ると400ポイント以上稼げます。攻撃を指示するときは試合終盤で 1-2 点差で負けている状態で、ノーアウトランナー 1-2 塁のチャンスで打順が下位ではないときなど、3打席で試合をひっくり返せそうなときぐらいです。負けていても攻撃指示をしないでスキップして守備でポイントを稼いで、あとは祈るということの方が多いです。意外とサヨナラ勝ちとかしたりしますよ。無論何事もなく負けることもあります。試行回数を増やせ、頑張れ、
えろ、運次第だ。地道に年数を重ねていくと徐々にですが勝てるチームになりますが、それでも甲子園優勝は遠いかもしれません。ベスト4まではいけるけどそこから先に進めないとか、決勝まではいけたけどもうどうしようもなかったとか、そういうこともあると思います。ですがそこまでいけたならばあとは運です。何度か決勝までいけば勝てる時が来ます。ここでもやはり焦りは禁物です。甲子園決勝で負けるのはとても残念なことですが、翌年は勝てるかもしれません。数年前の自分のチームと比べれば確実に成長しているのがわかるはずです。いずれその瞬間は来ます。準決勝は決勝まで進んでいるのならその方向は間違っていません。もしかしたら甲子園優勝まで何十年もかかってるかもしれません。大丈夫です。それはあなただけではありません。初優勝まで30年かかる人だっています。頑張れ。それではこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、もしよろしければチャンネル登録もお願いします。またねー。